皆さんこんにちは、あらわらの奥村ひろみです。さあ今日もフィットネスインストラクターの作る産業レシピご紹介していきたいと思います。さあ今日の主役はトマトです。今日はカラフルなトマトですね、用意しました。あとキュウリ、この2つを使ってピクルスを作っていきたいと思います。今からね、トマト、キュウリどちらも美味しい季節、旬の季節ですので、ぜひ作ってみてください。とっても簡単です。それではどうぞ。それでは早速トマトとキュウリのピクルス作っていきたいと思います。さあこちら今日はね、可愛く仕上げたいのでキュウリ一口大に切りました。早く仕上げたかったりね、しっかりと中までね味を染み込ませたいときは薄く輪切りにしてもらった方がいいかと思います。あとミニトマト、今日はカラフルなものを用意したので枝を取ってもらって洗ってあります。で、あとですね、お酢 80cc、 あとですね、お砂糖大さじ 1.5 とお塩小さじ1使います。あとね、香り付けにローリエ今日は使っていきたいと思います。それでは早速作っていきますね。さあお鍋にお酢入れました。あとですね、お砂糖大さじ 1.5 入れていきますね。あとお塩小さじ1ですね、入れていきます。あとローリエですね、ローリエを1枚入れていきますね。これを火にかけて煮立てていきます。さあ今日ね、主役の、トマトなんですけれども、トマトはね、皆さんご存知のリコピンがね多く含まれてます。なので抗酸化作用がねとても強い、リコピンですので、がん予防やあと老化防止の効果があります。なのでね、シミそばかすを防いだり美肌を作るのに役立ちます。あとですね、ビタミン C も豊富ですので風邪予防にも効果的なんですよ。さあ煮立ってきたので、ここにきゅうりとトマト入れていきたいと思います。きゅうりですね。さあトマト入れていきますね。さあ作業は実は今日はこれだけなんです。あとはね、きゅうりにしっかり火が通って透き通るまで煮込んでいきたいと思います。さああとトマト、まだお話できてない分がありますので、トマトはね、あと葉酸も含んでます。なので貧血防止にもいいんですね。あとクエン酸、ちょっと酸っぱいですよね。なのでクエン酸も含んでますので、食欲増進、またこれから夏バテのシーズンですので、食欲がない時にもねとってもおすすめです。あとはカリウムも含んでますので、余分な、ね、ナトリウムを体内から排出してくれて血圧を下げたりもしてくれます。さあこんな、ではこのままきゅうりに火が通って透き通るまで待っていきたいと思います。さあトマトときゅうりのピクルス出来上がりました。さあこうして瓶に詰めてもらうととっても可愛く保存できるかと思います。こんな感じですね。トマトはね、茹でるとすぐに皮、湯むきされてしまいますので、きゅうりの上に並べて煮ていただいてもいいかもしれませんね。さあとっても簡単に作れて、常備菜にもねできるかと思いますので、ぜひこの夏作ってみてください。最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。